然なんですけど、ここにね設営した道具をね是が非でもバックパックに詰め込みたいので、早速詰め込んでいきます。見るからに無理だろうとね思われそうなんですけど、僕はもうどうしてもねこの道具とキャンプがしたいので、何としてもこの中に詰めようと思います。軽く説明しておくと、テントはモーメント DW で、寝袋はカリンシアのディフェンス6で、 C2 サミットのインフレーターマット、ネイチャーハイクの枕、ヘリノックスのグランドシート、アルミパーソナルクッカーセット、ベントラックスの折りたたみテーブル、チタンマグポット500、プリムズのフルトラバーナー、 OD 缶のちっちゃいやつ、忍者ファイヤースタンドソロ、焚き火シート、ヒヤサカランタンでしょ、あとランタンポール、ミニハンマー、ペグは10本ぐらい、あとは撮影機材とカトラリー類、こいつを何としてでも詰め込もうと思います。当然ですね、もっと軽いもの、もっと小さいもの、省けるもの、いろいろご意見あると思うんですけど、しつこいようですけど、何としてでもこいつを持ってきたいんで、意地でもねこいつにパッキングしていこうと思います。でバックパックはですね、オスプレイのイーサー55ですね。これはね登山用品店で買ったやつなんですけど、1泊2日の、自炊を伴う天白登山に向いてるよっていうことで、こいつを買ってます。でここにあるものを何としてでも持っていきたいんですけど、あえて優越つけるとすれば、テントと寝袋と、マットだけはねもう絶対持っていかなきゃいけないので、まずそいつらをね優先的に、詰めていこうかなと思います。でこの中でね一番かさばるのはね、なんといってもねキャリンシアですよ。キャリンシア D6、こいつが先端級にかさばるんで、まずこいつをね詰め込もうと思います。でお前カリンシアリュックで持ってくんかいと、しかもディフェンスロープをねリュックで持ってくんかいと、突っ込まれそうですけど、冬用寝袋これしか持ってなくって、もう是が非でもこいつを持ってかなきゃいけないので、まずはこいつをリュックに詰めます。よし、はいか、はいか、これはああ、物理的に物理的に入らないような気がする。よし、これな入りさ。ちょっと無理っぽいな。こういう時はね、袋を使わない。袋を使わないのがいいですよ。これはこのまま入れていきます。入りますね。お、入るやん。おー入った、あー素晴らしい、おー入った。マットもねこれ以上ちっちゃいあったかいやつを持っておりません。よし、こうやってペンでしょ、いけるんだな、これか、あーいけそう、なんてやるとだ、入った。次はねどうしても必要なのはテントですね。テント入れればもうゴールが見えそうだね。ポールは分けよう。テント入れるならもうケツしかないですね。ここ入るか。ああ、物理的に入りそうじゃない。外すか。これ外そう。これね、ここ外せるんですよ。ここ。このポールを抜けばもっとちっちゃくなる。ここ入るやろ。おお入った、ほら入った。もうちょっとなんか入るな、枕入れよう。枕がないと寝れないので、ああだいぶつくなった。よし、ここに入っちゃうと、ほら来た来た来た、ほらほら軍手とか入りそうやね。軍手入れよう。焚き火シートとか、厳しいとか入る。おし、入るじゃん。うわぁ、うわぁ来た。一応これだけでもさ、行って泊まって帰ってくるだけではできるんですけど、それではね、何しに行ったか分かんなくなっちゃうんで。で、料理も一応する予定なので、クッカーは外せません。テーブルもね、こんなごっついやつ持ってかんでもいいかなと思うんですけど、安定したところで調理をしたいので。イヤサカランタンですね。ロマン枠なんですけど、まあトレードマークなんで、こいつはね外せません。ヘリノックス腰が痛くなるので、これも絶対に持っていきたいんですよね。
撮影機材、ペグ、カトラリー類、シート、テーブル、イヤサカランタン、ミニハンマー、焚き火台、クッカー、ランタンポール、テントのポール、グランドチェアですね。なんかもう見るからに入りませんけれども、頑張っているよと思う。機材はもう絶対外せんよね。こいつはいいだろ。で、これ、何やりいいかな、これ。あはは。きついっすね、これ。いやーこれちょっときついね。はい、残りねこいつらがねどうしても入らんので作戦を変えてカリージャを外付けできんかなと思います。より厳選しろよっていうねあの意見も重々承知なんですけど、もう絶対これを持ってきたでっかいこれようこんな入っとったほぼ同じ手数やねんかやってるほぼ同じ型のものを持ってことしとったよな。で、こうか、こうかか。大丈夫か。まずコンプレッションしましょうか。ただこいつを抱き込めるようなところがあるのか。一応なんかね、この辺から通ってんかったかな。あ、でもどうやろこれ。一応閉まるけど、いやどうかなこれ。ここも引っ張るの嫌やしな。安全的にどうなんよっていう問題あるよね一応つくけどさ、これあれどこなんかなこれ。いやどうやこれ、ちょっとすげえ無理かかっとるけどな。あんま良くないなこれ。あーどうしよう。なんか輪っかみたいのあると思っとったんやけどないんやな。うわあどうしようかな。いやこんなことしてるうちにもう火も暮れそうやしあまあでもね絶対こいつらを持ってきたくってもう一個たりともねあの欠かしたくないんで、もういやもうしょうがないんで奥の手使います。配達員の方いい方でしたね。なんか